駅弁の正しいやり方。いよいよ秋です。秋はいいな。空は高いし、赤トンボは飛ぶし、コスモスは風に揺れるし、柿は実るし、第一、秋風が吹く。秋風というのは風の中でも特別性のいい風で、風が渡っていくのが目に見えるような気がする。ほらほら、そこんところをスーッとと指さしたくなる。こうなってくるとどこかへ行きたくなる。ああ、どっかへ行きたいなぁとしみじみ思うのはやはり秋である。というわけで行楽のシーズン。行楽のシーズンは弁当のシーズンでもある。行楽と弁当は分かちがたく結びついている。弁当にもいろいろあるが、駅弁と聞くと心が躍る。急に旅情が湧いてくる。どこでもいいから出かけて行って、とにかく列車に乗って、とにかく膝の上に駅弁を置いて、車窓を流れていく景色を見ながら、とにかく一口という気持ちになる。車窓の景色はできることなら森や林や田や畑といった自然にあふれたものであってほしい。団地、マンション、ゴミゴミと続く木造モルタルの向こうに伊東洋華堂と大英といったようなものであってほしくない。駅弁というものは一種のイメージ商品であるから、旅と切り離すと途端につまらないものになる。家に持って帰ってつくづく見れば、例えば横川の釜飯だって、何なんだこれはということになる。重くて困るじゃないかということになる。イメージ商品であるから、舞台装置以下で大いに味が変わってくる。列車が止まっている時と走っている時では大いに味が違う。走っている時は美味しいが、駅で止まったりすると急に味が落ちる。だから駅弁を食べていて駅に止まったりすると橋を置いて発車を待つ人もいる。揺れも大いに関係がある。膝に置いた弁当から茹でたうずらの卵を端でつまみ上げようとした途端、列車が揺れて取り落としたりすると大いに旅情が増す。また例の小さなひょうたん型のソース入れからエビフライにソースをかけようとして手元狂って隣のかまぼこにソースをかけてしまったりしても、やはり旅情が増す。駅弁は買い方によっても味が変わってくる。一番おいしく食べられる買い方は車窓から売り子直手渡しという形である。発車のベルが鳴り響いていたりすれば申し分ない。お釣りが間に合うか間に合わないかという状況であればさらに申し分ない。ホームに降りて駅弁のワゴンからだと少し味が落ちる。一番おいしくないのは発車前にホームの売店で買ったやつである。この弁当には愛情が持てない。なんとなく他人行儀になる。もらいっ子という感じがする。車窓から売り子直わしで直手渡しで買うと実の子という気がする。愛情を降り注いでやろうという気持ちになる。容器も味に関係がある。最近はペコペコしたプラスチックが多いが、あれだと旅情がそがれる。やたらに柔軟性があり、持ち方によっては片側が重みで垂れ下がったりして情けない気持ちになる。弁当が垂れ下がるというのは本当に情けない。駅弁はやはり本物ではないながらも一応競技風であってほしい。手に持つとぽってりとやや温かく少し湿った感じがするというのが駅弁の本来の姿である。外側厚紙製、間仕切りプラスチックというのもあるが、あれは安っぽい。なんとなくおもちゃみたいな気がする。オカマスタイルの陶器製は変わっているという点ではたまにはいいが、膝の座りが悪い。駅弁は膝に置いて食べるのが正しい食べ方であるから、座りの悪いのは困る。1000円以上するものの中には2段重ねのものがあるが、あれは良くない。ご飯の部とおかずの部が別棟になっている。駅弁に限らず弁当というものは
すべからく平屋一戸建てでなければならない。ご飯とおかずは地続きでなくてはならない。ご飯とおかずが別々だとよそよそしい感じがする。ご飯とおかずが仲違いして別居したという気もする。いずれにしても何かこうひんやりしたものを感じさせる。パッと広げて全容が一目瞭然、一望のもとにすべてが見渡せるというのが弁当の良さである。ご飯もおかずもデザートもごまも梅干しもみんな一つ屋根の下に寄り集まっているのを見ると、そうかそうか、こうなっていたか、全員打ち揃ってわーっとお出迎えしてくれたか、そうかそうか、という気持ちになる。人によってそれぞれだと思うが、僕は駅弁のご飯は白いのがいい。酢飯とか炊き込みなどの味のついたのは好きではない。したがって幕の内風ということになる。紐を解くというところから駅弁の儀式は始まる。紐を解いて形を整え脇に置く。次に包装紙を剥がす。順序からいくと包装紙を剥がす、すぐに蓋を取るということになるが、実際にはそうはならない。包装紙はきちんと畳んで脇に置く。それからおもむろに蓋を取るのである。そして眺める。何から行くかが問題だが、僕だったらまず椎茸の煮たのあたりから行きたい。半分だけかじり取って残りを元に戻し、2回ほど噛みしめ、口の中が少し塩っぽくなったところでご飯を一口。ご飯は必ず炭から食べる。次が揚げ物関係。味の染みた揚げボールとかフライ物とかを攻める。ないしはブリの照り焼きなどの魚関係。いずれも全部一口で食べるということはせず、少しかじり取っては残す。だから中盤に差し掛かると弁当の中はかじり残しの小片だらけで、ゴミ箱のごとき様相を呈してくる。この小片は何の小片だっけと、消しゴムくずほどの塊を箸でつまみ上げ、小首をかしげている人もいる。